通に一つ結びをしていきます。ツイストしていきます。ぐるっと巻きつけていきます。皆さんこんにちは、アスカと申します。フリーランスで美容のお仕事をしております。今回のアレンジはこのアレンジをやっていこうと思います。低めのシニョンですね。でこれ使っているのがちょっと横向きます。はい、そうですね。このアレンジに使っているのがハードスプレーとスタイリング剤使用しておりますが、その他使っているのがゴム2本です。ブラウンのこういったゴムを2本使ってアレンジをしています。アイロンを使っているのは前髪と顔周りの遅れ毛のみとなっております。とても簡単に時短のアレンジができるかと思いますので、ぜひ参考にしていただけると幸いです。それではアレンジを始めていきます。それでは実際に結んでいこうと思います。あらかじめオイルなどのスタイリング剤をつけていただいても結構です。髪の毛をまず一つに結んでいきます。どの位置にデザインが欲しいかっていうのをちゃんと見ながら決めていきます。私はブラシを使いながら結構溶かす方が好きです。髪が絡まっていたりすると引き出しづらかったりするので、こんな感じでちょっと今日は低めに作ってみます。ではまず通常通り普通に一つ結びをしていきます。こういうゴムですね、使います。はい、じゃあ一つ結びが終わりました。それではこの状態でポニーテールの時にもお伝えしているのですが、引き出し方をお伝えしていきたいと思います。本当に簡単なのでちょっとずつ引き出していきますね。このゴムの結び目の近い部分、その次トップみたいな感じで引き出していきます。このぐらい引き出しています。はい、そしてその隣、ちょっと間を空けて隣っていう感じで引き出していくと思います。しっかりとこの耳の後ろの方も引き出しております。根元付近というか結び目付近を引き出し終わった状態です。はい、次に進んでいきます。その前にちょっとスプレーでこう固定というか、ある程度場所を固定していくのが私は崩れづらくて好きです。はい、そしたらさっき引っ張ってないところですね、手でこう確認するとへこんでるのが分かるんですよね。なのでそこを引っ張っていきます。こことここ引いているので、この間を引っ張るみたいな感じで取っていきましょう。少しこの耳の後ろもややこういう感じで見えていた方が上手なんだなというか、この人アレンジ分かってるなっていう風に思われるかと思うので、しっかりと耳の後ろも引き出していきます。ここですね。あとは触ってみた時にここが出てないなっていう風に感じると思うので、ここを引っ張る。はい、そしたらだいたい後ろの根元付近というか結び目付近はこのぐらいですかね。それではこのトップの部分を引き出していきます。鏡で見ながらちょっとずつちょっとずつ引き出していって、足りないところを足していくようにします。はい、そしたら今引き出した時にこの辺がへこんでいるので、またこの辺をバランス見ながら出していこうと思います。でちょっと引いたら固めてあげたりすると立体的になってきます。あとここが明らかにへこんでるなと思ったら膨らませていきます。でこの大事なところではあるんですが、このトップですね、へこんでいるとかなり形が四角く見えてしまうので、トップは膨らませてあげて、鉢はへこませてあげて丸を作るっていうのはどのアレンジだったりヘアスタイルの時も共通なのでやっていきます。こんな感じでこっちの出してない部分よりは立ち上がってきています。はい、じゃあここも立ち上げていきます。私根元のカラーリングが暗いカラーなのでちょっと分かりづらいかもしれませんね。はい、じゃあ全体をこのような感じで引き出しました。こう見た時に丸くなるように引き出しています。でここの鉢をカバーしたいので、ここの耳の上の部分を引っ張り出してあげて丸くなるように意識しています。そしたらだいたい引き出し終わったので、一度後ろを振り返ってこのぐらいですね。でここがこうゴワゴワした毛が溜まってしまうので、ここをブラシでちょっと溶かしてあげます。毛流れを一度整えてあげて、で次はこの部分ですね、この残ったまっすぐな部分、アイロンは一切使っていない状態なんですが、こちらを三つ編みでもいいですし、私は簡単に2つに割ります。2つに分けさせていただいてツイストしていきます。ねじるだけですね。なので後ろで持ってもらって、ねじ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 してもらう感じですかね。
はい、ツイストしました。そしてここからですね、髪の毛をほぐしていきます。この終わりは必ず外さないように、緩まないようにしっかりと持ってあげて、こんな感じで上の側面をまずほぐしていきます。この時にあんまりね、この毛が出ないようであれば、ここの手の持ち具合が強いということなので、やや弱めてあげるといいかもしれません。こんな感じですかね。程よくほぐします。はい、そしたらこれをですね、さっき結んだ一つ巻きのこの周囲にぐるっと巻きつけていきます。ぐるっと巻きつけます。そしたらこの髪の毛の上にゴムを留めます。ゴムをまた留めていきます。はい、でゴムで今留まりました。留まった状態でかなり髪が固定されます。はい、でさっきほぐしてはいるんですけれども、やや硬い感じの印象になると思うので、ここで最終的にまたほぐしていこうと思います。で本当にこれは後ろなので見えづらいかとは思いますが、こういう感じでこう頑張って鏡でね、横向いてもらって、感覚で固まってそうだなっていうところを引いていくみたいな感じですかね。引いて、はい、こっちも引いて、ちょっとスプレーしながらいきます。それでは後ろを見せします。横ですね、はい、で後ろが、はい、では後ろがこんな感じで、先ほどお見せしたような感じになっています。かなりしっかりと固定されているので、動き回っても大丈夫です。そして最後に顔周りだけ巻いていけば終わりです。で、髪の長さによってはこの毛先が、私はゴムで全て留めることができたんですけれども、ピンと出てきてしまう方、その短い部分の毛だけを、やけどには十分注意していただいて、ストレートアイロンなんかでもいいと思います。短い場合はストレートアイロンでクッとワン回転というかね、ワンカール外跳ねでもいいので、内巻きよりは外跳ねぐらいの方にしてあげた方が可愛いかなと思うので、やっていただけるといいかと思います。それが最後にやるのがちょっと見えないし、やけど怖いなっていう方は、毛先だけワンカールあらかじめ巻いていただいてやると、どこから出てくる毛先もワンカールついているので、巻かないで安心してアレンジできるかなとは思います。ただあくまで私はちょっと面倒くさがりで時間短縮をしたいっていうところが大きいので、巻かずにやっています。ではこの遅れ毛を外跳ねでいいかなと思います。外跳ねにしちゃいます。顔周りに動きを出すと、こう元気な華やかな印象になりますし、ちょっと落ち着いた印象にしたいときは、私はワンカールのみにしたりしています。前髪が、ない方はかき上げていただいても、この髪型は合うと思います。私は前髪を少し微妙な長さになっているので、かき上げることもできますが、もう簡単に軽くカールつければいいかなと思ってます。ペタッとしたくないので、ちょっと表面だけワンカール、表面の一束持ってぐーっと巻き込みます。その他はこう普通に巻いてますが、ではこの状態で前髪だけちょっとドライな質感なので、少しスタイリング剤をつけて微調整していきます。何でもいいんですけれども、私の場合オイルを顔周りにつけると、ちょっと勢い余って失敗してしまうこともあるので、バームを使ったりします。バームをほんのちょっと取っていただいて、顔周りにつけます。少ない分には足せますしね、やりすぎてしまってもう洗わないとどうにもならないっていう状況が一番時間の無駄なので、少しずつやっています。でこういうちょっとした遅れ毛というか、この産毛は出てても別に可愛いと思うので、少し残ったバームをつけてあげて終わりにしています。こんな感じで、はい、でこの根元少しね、やっぱりふんわりとさせてあげた方がいいと思います。後ろふわふわしているのに、この根元だけピシッとなってしまうと、ちょっとペターンとバランスが良くないと思うので、少しふんわりさせてあげるといいかなと思います。こんな感じですね、はい、ゴム2本で簡単にできるので、すぐにやっていただけるかと思います。特に自粛期間ですし、誰とも会わないんだけど髪の毛まとめたいとか、なるべくアイロンのダメージを抑えたいという方も、簡単に顔周りだけアイロン使ってあげればいいので、やりやすいアレンジかと思います。ぜひ参考になれば幸いです。最後まで見ていただきましてありがとうございました。アスカでした。